いよいよ夏山シーズンの到来。そこに山があるからとはいえ、無謀な登山のため遭難の悲劇は後を絶ちません。このためある山岳連盟の肝入りで山のお天気教室が開かれました。変わりやすい山の天気を的確に判断することは自らの命を守ることなのです。また夏の合宿を控えて大学の山岳部ではハードトレーニング、この絶え間ざる訓練が実践でものを言うのです。校舎を使っての懸垂、なんといっても山登りは体力が第一です。こうしたあらゆる訓練をしても時には自然の猛威にもろくも屈する時があるのです。土曜日ともなれば深夜の新宿駅はご覧のようなありさまです。サラリーマンにとって休日は最大の楽しみ。しかし満員の夜行列車での強行軍は現場到着までにすでに体力を消耗させます。無謀登山ならぬ無謀乗車では先が思いやられます。今年に入って8人の尊い命を奪った谷川岳を目指して続々と降り立つ登山者たち。山へ登るには免許証ならぬ登山者カードへの記入が第一歩です。それすら提出しないパーティーもあります。ワイシャツ姿に水筒一つの飛んだアルピニストも現れました。ともあれ山登りはスポーツである以上、死があってはならないのです。